楽園が記録しているのは、そんな簡単な物語よ。もう落ち着きなさい。英傑たちの閉幕は盛大で美しくないといけないの。彼らは最初から完璧なヒーローだったわけじゃない。ただあの時代でそこに現れたのが彼らというだけだった。ただそれだけよ。それが美しいとこしえ、私が信じる神話なの。